皆さんこんにちは。今日はピタヤを買ってきました。こちらはドラゴンフルーツとも呼ばれていて、それは古い言い伝えによると、昔ですね、中国の方でドラゴンが炎を吐いた時に、それが変化してこれが生まれたという言い伝えがあるそうです。それでですね、どんなドラゴンフルーツを選んだらいいかというと、こうツヤがよく出ててシワシワしていないものがいいと言われています。それでは中はどんなものか見てみたいと思います。さあ、それでは中を見てみましょう。これは中が白いやつですね。中がごま塩のようにですね、ポチポチとしています。ちょっとちっちゃく切ってみましょう。美味しそうですね。最近はですね、このピタヤを使ってアサイボールみたいに、ピタヤボールっていうのも流行ってきてるようです。はい、それではいただいてみたいと思います。これは本当に初めて食べる食感です。すごく冷たくしたら美味しいんじゃないかと思います。そうですね、中はちょっとソフトな感じで、ごま塩みたいなところがこうちょっとシャリシャリしてるところはいいかなと思いました。スムージーなんかに入れて、使って食べてみるのもいいんじゃないかなと思います。たまたまですね、これ先日小豆を煮たんですけども、デーツで作りました。砂糖不使用なのでそんなに甘くできてません。それでこちらの方が酸味があるので、あんまり酸味があって甘みがちょっと足りないかなと思いましたので、こちらをちょっとかけてみて、夏のデザートを作ってみました。